そもそも生活音がうるさくて、ドア閉めたりとか。じゃあ言いますけど、今井さんも毎朝のトレーニング、筋トレの音すごいけど。筋トレしてんの？してないのに。ものすごい横柄な方もいらっしゃいましたし。なんでその言葉選んでるんですか？苦情が来ないなんかその水野さんが五名さんと知り合った時に、ずっと五名さんは赤ちゃんなんでって言ってたんですよ。でも本当に休みの日に撮影してるんですね、これ。本当に休みの日。なんかそういう体かと思ってたんですけど、ちゃんと休まず。そうです、はあ、僕普段来た時も座る席いつもここですよね。そうだっけなんかいつもここっすわ。今井シートですか。うん、なんか偶然空いてるだけかもしれないですけど。よっしゃ、ちょっと元気になってもらいたいので。いやこれメニュー、普段のメニューにあります？あ、あります。あります。食べたことはいつも僕半分半分しちゃうんで、キーマにするとそうなるんです。さあ、だって免許取るっていうだけでこんだけ面白くするって相当っすよね。でも、約2週間14日間かな。でまあいろいろあってちょっと長くなったりしたんですけど、なんか1日1個は、ね、うん、何かしらあったんですよね。なんか細かいことでも。なんか そしてよく覚えてたよね、毎回。なんか見聞かせてたの？ラジオ番組僕やらせてもらってて、うん、でそれでなんかできるかなと思って1日の終わりにボイスレコーダーで撮ってたんですよ。あ、そうなんだ、はい、それ聞き返したりして、うん、もうその喋ってる声がうるさくてホテルの隣でうるさいんですよ。あれ、それホテルへの苦情って捉えていいですか？そもそも生活音がうるさくて、ドア閉めたりとか、なんか バンバンなんか音がするんですよ、すごく。だから僕がそれに耐えた結晶です、これが生まれたのは。あれ、お化け、お化け、絶対お化け。ドアの開け閉めです。すっごいガサツなんだよ、だからすっごい音が大きいんだよ、生活音が。じゃあ言いますけど、今井さんも毎朝のトレーニング、筋トレの音すごいけど。筋トレしてんの？してないのに、なんか当時俺が…日の出とともに聞こえるんですよ。当時俺がなんかコロナ禍で音楽できないから、走ったり筋トレしたりしてたんですよ。でも合宿中は結局もう疲れて寝ちゃうからできなかったのに、僕が生活音がうるさいって絶対言い返すので、反論で、僕がなんか221とかなんかずっとこうやって言ってたっていう嘘をつくんですよ。今井さん、嘘つかない。いいっすよ。もう。じゃなきゃ、ウキウキじゃないだろ、どういうの。でも、本当いやらしい気持ちなしで、今井さんとの思い出をなんか残しときたいっていうのはありました。正直。だから最初今井さんとか佐保さんとか周りの友達に配るだけにしようかと思ってたんですけど、まあそもそも全部無料で公開してますし。そうです、そうです、はい、そう、本当に今井さんのおかげです、すべて。やっぱ先生が絶対じゃないですか、教官が、ね、いっぱい出てくるよね、はい、だその空間に、うわ、もう高校生以来だったんで。そう、学校以来こういうなんかそういう絶対の先生、絶対の空間で、うん、しかも密室で、密室で、はい、二人きりでしょ、はい、でやっぱ高校生の時と違うのが、年下の先生もいるっていう全然いましたね、全然いましたねでも年下の人の方がしっかりしてましたよね。しっかりしましたね、うん、なんかそういうなんか日本の教育がそうなったのかわかんないですけどしっかりしてました、ちゃんと。でやっぱ僕らより年上の方、全員が全員とは言わないですけど中にはものすごい横柄な方もいらっしゃいましたし、そうですね。なんでその言葉選んでるんですか？苦情が来ないそこは言葉選ばないですでいつも思ってたのは、勉強しながら標識とか
なんでこれとこれ間違っちゃいけないならこんな似たデザインにしてるのかそもそもが なんでこれの色違いみたいなとか作んないみたいな、うん、確かに思ったもん問題として覚えさせて集中力を切らさないためだったら分かるんですけど、うん、交通ルールを覚えさせたいだったら本当に覚えさせたいんだったら、うん、絶対似たの作るべきじゃないと思って、ね、なんでこんな似たのがいっぱいあんのと思って、うん、そこにすごい憤りを感じながら通ってました。確かに似たのいっぱいあるよね。ありますよね。それ誰も気づいてないんじゃないですか国民鋭い指摘です。すごいと思います確かに飲み込んでるけど、うん、そうですね、うん、でもね、なんかね、この、なんか多様性ってこれよく言われますけど、のるつぼだったんで、うん、本当に、なんか普段、やっぱね、こうやって生活、普通に生活してたら、やっぱり自分の似たような、気の合う友達を周りに置いてて、家族とかも、うん、なんかそんなに突拍子もないこと言われないっていうか、うん、だけど、そう、教習所は、もう本当にいろんな種類の、いろんな年齢の、人種のもそうでしたし、うん、いろんな人たちがいたから、なんか新鮮でしたね、すごい素晴らしい。ちょっと今井さん、これカセットの話ってさっきしたんですか？カセットはさっきした。あ、してないか。そうですね、してないです。ちょっと僕、これずっと待ってて、このカセット、このためにカセットウォークマン買ったんですよ。え？あれでしょ、ショックウェブね。ショックウェブ、それ今日持ってきてて、で、今日今井さんカセット持ってくるって言ってたんで買おうと思ってたんですけど、うん、ちょっと回ってるんで、ちょっと聞いてもいいですか？ここで。あ、どうぞどうぞ。いいですか？これだったら5名3人のやつ。いや、で、これ皆さんも年代ショックウェーブ懐かしいんじゃないですか、これ。あ、かっこいい。これかっこいいっすよね。かっこいい。で、ちゃんと動く。動くんですよ。で、これは結構あるんですけど、この震えるヘッドホンがやっぱ折れちゃうみたいでなかなかなくて、こっち探すの大変でしたね。これ色ぴったりのやつでよかったっす。うわー、ま、このための色じゃないですかやば、ちょっとすみません、話それちゃうんですけど我慢できなかった。ちょっと聞いていいですか？どうぞどうぞ。これは楽しみにしてたんだよな。ちゃんと震えますし。あ、聞きました。震えるんだね。ちゃんと震えます。うわぁ、あとでちょっと聞かせてください。めちゃめちゃいい。お笑い好きだった？あ、全然です。鉄仮面つけられて家の地下牢で育ったんですよね。あなたたちがずっと言ってるやつでしょ何にも同じ年なのに、なんか何にもカルチャー知らないんですよ。さっきのオバックと逆で、あのそれサブカルとか、うちら同じ年だったら絶対あるあるあるじゃないですか。なんかこういうの何聞いてもなんかポカーンとしてて、で一緒に仲いいもう一人の山本佐穂さんもめっちゃそういうの好きだから、僕と佐穂さんは大体話盛り上がってわーってなるんですけど、五名さんだからいつも目丸くして何の話してるんですかって感じになって、な何も通ってないですよ。何も通ってないです何やってたんでしょうねその時でも鉄仮面でしょ。鉄仮面時代ですね。グーニーズのスロースみたいな。スロースアイスクリームガシャガシャガシャなんだろう、ほんテレビをまずご飯の時に見ちゃいけない家だったんですよ。え、うん、なんかそういうのあって、で習い事も結構してたし、そもそもがテレビを見なかったんですよね。だからみんなが知ってる芸能人だったり、当時言うと小学校の時流行ってた仮面ノリダーとか、あれですか、あれも本当に、うん、知らなかった。知らないんだ。存在は知ってますけど、なんかみんなが話してるものっていう感じで、でその習い事してたんで、もう眠くて寝ちゃうんですよその時間はい。だからもう何も知ることない。こんな大きくなった。たくさん食べて寝るじゃないですか。なんかこれといって
何か飛び抜けて得意とかも。お笑いもオンバト見てやろうと思ったんですよ、ね、そうですそうです。だからその芸人ですけどそのねクラスの中で笑い取るとかモノマネするとか全然そういう感じでもないですし、なんか仲いい男と、まあ、2,3 人でなんかワイワイするとか、まあ、そんなんでしたね。でも高校そうですね、2年の時に夜中友達ん家でなんか溜まるような家たまにあるじゃないですか。そこで今井さんが言ってくれたみたいにたまたまテレビでオンエアバトル NHK の玉転がしてなんか合格者決めるネタ番組って昔あったんですけど、それ見ててなんか面白かったんですよね。それが漫才か何かも分からず見て、そしたらつい学校行ってお笑い詳しいやつに話したら、いやそれ漫才って言うんだよ、実はコントっていうのもあるんだよって。漫才とコントの差がまず分かんないんでそれ教えてもらって、でそいつがなんか高校の中ではすんごい太ってて、どんくらいだろうな、165cm120kg みたいな、で明るいやつなんですよ、とにかくもう笑い取るみたいな、だからなんか僕もそれで結構衝撃受けたんで、なんかお笑い楽しそうだな、でこいつ詳しいしつっていろいろ教えてもらって、高校生の時になんかアマチュアライブとか出始めるんですよ。当時もうネットないんでオーディションっていう雑誌ね、来るとなんか各地でやってるお笑いのオーディションとかあって、それ受けに行って、その友達と来るんですか。そうです、うん、でその友達と NSC 養成所入って、で友達がすぐ辞めちゃうんですけど、みたいな。でもなんかこれもつながってくるんですけど、なんか昔僕共通の知り合いで水野さんって水野健一郎さんっていうアーティストの人がいるんですけど、僕紹介したらなんかゴメさんがすごい仲良くなって今すごい仲いいんですけど、なんかその水野さんがゴメさんと知り合った時にずっとゴメさんは赤ちゃんなんでって言ってたんですよ。赤ちゃんじゃない、ないじゃないですか、見た目からしたら全然大きいし、なのになんかずっといつも赤ちゃん、いや今井さん、ゴメさんは本当に赤ちゃんなんですよって言ってて、何に対して赤ちゃんって言ってんだろうなってずっと思ってたんですよ。だけど免許合宿一緒に行って漫画描いてるとこ見てて分かったのが、なんかそのお笑いも多分そうだと思うんですけど、なんか新しいものをすごい吸収するんですよ、素直に。なんか漫画だったら漫画描き始めたら多分楽しくてしょうがなくて、普通だったらなんかそれまでにいろんなことやってきてるからちょっと壁があったりとか構えたりとかすると思うんですけど、なんか好きな面白いってものを見つけたら本当赤ちゃんみたいにゼロから吸収して、でもう白紙のキャンバスなんで、もうどん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 上達してったりするんですよね。なんかその興味みたいなのが純粋っていうか、多分水野さんそれをずっと赤ちゃんって言ってたんじゃないかなって最近確認したんですけど、水野さんは見た目で赤ちゃんって言ったんですか。顔が赤ちゃんだと大きい赤ちゃん、大きい赤ちゃん。そうだから一緒に教習所受けてても全部先生に質問するんですよ。終わった後とか分かんないとこあったら先生に全部聞いて、そんなことする人いないんですけど周りで、ノートで撮ってるんですよ。だから一緒に通っててなんかすっごい嫌でした。なんかすごい真面目、いやすごい真面目に勉強するし運転もできる、習得するから、なんか俺普通なのになんかすごいやってないやつみたいな、一緒にいると2人でいつも動いてたんで比較されちゃうんで、すごい一緒にいて嫌でした。嫌なのさ、なんかショックですよ。なんかその常に尻に火がついてる状態でプレッシャーでした。気持ち悪いじゃないですか。なんでこれこっちの方が習っても、なんでこうなんですかって知りたくなるじゃないですか。そう、これがそうなんです、これです、この純粋さがあるんですよ。純粋だ、点数取ろうとかっていうよりはなんか知りたいってなるんですよね、多分。気持ち悪いのをなくしたいっていう、そう。でもそのおかげでね、受かったこともありますよ。いつも注意されてましたもん、ね、皆さん分かんないとかあったら徹底的に付き合ってもくれるんですよ、テストの前とか。青春でしたね。先生ですよ、なんかホテルのロビーで、ロビーで。明日の問題ですね。